はい、どうも、たきあきです。というわけで本日はですね、まあ最近見始めたっていう方は知らない人もいるかもしれないですけども、私3年ほど前に脳の方に小さなコブみたいなものが見つかりまして、どうしたピーピー言ってるぞ。誰や冷蔵庫開けっぱなしにした。今大事な話してんの。冷蔵庫開けた？話に戻すと、脳の方にコブみたいなものができてしまって、で、それが破裂したら、な結構多分知ってると思うんですけど、くも膜下出血につながるみたいな。まあそれが破裂してしまったら、即死レベルみたいな、その結構怖い病気なんですよね。でそこの前段階のコブができたみたいな。でもそのコブでも破裂しやすいコブと破裂しにくいコブっていうのがあって、僕破裂しにくいコブが頭にできたらしいんですよ。人間ドックかなんかの時に見つかって、安心してほしいのが、ちょっとなんかね、怖がらせるようなこと言ってるわけじゃなくて、安心してほしいのはクラスに一人ぐらいはそういうのが割とできやすいらしいよ。それに気づかんまま亡くなっていく人がほとんどらしいよね。だから破裂する方が少ないぐらいの形なんですけど、1年に1回定期検診に行ってます。だから12月の16日なんですけど、本当に毎年この年の瀬にこれをして締めくくるみたいな感じなんよ。まあ、なんだろう、本日も何事もないようにちょっと毎年ちょっとドキドキするんですけど、今年も無事にそのコブが悪い形になってないようにという MRI 検査をしていきたいと思います。この動画でそれではやっていきましょう。たきあき症ってのもおかしいな。たきあき症、いやだからさ、ほんまにこの MRI 検査のこの時期にやってきたらさ、今年はあんねんなーみたいな感じになってる毎年。だからみんなもそう思って、今日12月16日やねんけど、これ検査終わって無事やったら来年の12月の予約を1年前から予約するんよ。いや、カウンターの寿司か、東京にあるカウンターの銀座にある寿司屋さんか。そうだから多分今日OKやったら来年の多分12月の、まあ、同じような感じやな、16、17、18ぐらいに予約すると思うから、なんかこの時期になったら本当なんか今年終わるなって思いながら撮影してるわ。 MRI な、もう慣れたわ。あれ結構さ、怖くない？最初の方、閉所恐怖症の人とか絶対無理やろ。20分間ぐらいなんかもうとんでもない場所でなんか頭ガンガンガンとかされてさ、ですね。まあ、MRI の結果なんですけれども、ここの動脈瘤のサイズとしては一昨年の12月からなんですけども、ずっと変わらずこれているので、今のところサイズは安定しています。今後も年一で MRI 撮っていただいて、問題ないことを確認できたら良いかなと思います。ほぼ変わらずって感じですか？はい、分かりました。まあ、というわけでね、無事、何もなく脳の検査終わりました。来年のね、12月15日に予約取れたんで、まあその時までまあ普通に過ごして、また来年、毎年だからこの動画撮れたらいいかなっていう感じでやっていきたいと思います。ちょっと東京12月おって、マジ今月初めてのオフって言ったらいいんかな、分かれへんけど、病院があったからもう無理やり東京から帰ってきたって感じやねんけど、まあそのまま久しぶりに母親とランチです。ありがとう。はい、じゃあ乾杯しましょう。あ、乾杯。あー、まあよかった。うん、おめでとう、よかった。はい、いやマジで忙しかったからな。久しぶりやもんね、会うの。だってさ、今日夜行バスで帰ってきてるからな。とんでもないことしてるやん。動画にしてるんですよ。昨日も撮影して埼玉行って東京戻って、そっから深夜バスで戻ってきて MRI 検査してみたいな。もうMRI 検査するやつは深夜バスで帰ってけえ。2022年ね、自分ではいろいろ言い出しちゃったって話してるんだけど、客観的に見てどうやった？あ、もうとにかく忙しそうっていうのは見てて、テレビも出たよ、逃走中とかも出たよ、友達とか知り合いとかってこう連絡来たもん。あ、そうなんや。あるあるやんな。テレビ出る。で、アディオでする時も、めっちゃ連絡来た。地元のやつから。そういう時だけ連絡してくるやつおるからな。あ、そうなの？友達がサイン欲しいって言ってんねんけど。既読せず、非表示にした。逆に言うと、この MRI 検査の時は唯一時間を無理やり空けてるやんっていうので、こういう時間取れるから、まあまあ来年も総括じゃないけど2023年1年後振り返れたらな。ああ、そうやね。何も問題なく。でも本当今年はいい年やったね。いい年でした。そんなことが次みたいになるからな。来年最悪やったみたいになったり。さあ、久しぶりのオフなので今日は忘年会です。うちの会社の忘年会です。お疲れ様です。うちの会社といっても少数人数ですが、東京夜行バス帰りなんで、やばすぎ。いい感じに寄ってます。淡路島で飲んでて、そのままちょっとね、社員旅行じゃないけど、あれ、乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。いや、今年はどうですか？もうなんか自分が今年を振り返るのはさ、結構喋ったからさ、社員負担的にどうなんかなと思って、うん、目まぐるしくチャンネルが成長したなと思って。久しぶりの声出演やからさ、緊張するのやめて。目まぐでもいい年だったよね。
あれ二人とも調子悪い。調子悪いな、こいつな。また改めて二人にもないけど、異常な方ということで。うん、うまい。お疲れ様です。お疲れ様です。健康でいるのが一番やからな。そうですよ。逆にさ、今年一番良かったことと悪かった点とか話した？動画で良かった点、良かった点ってなんやろうな。まあでもあれじゃない、何事もなく続けられるっていうのが一番難しかった。それができたっていうのは、当たり前のことは当たり前にできたのが一番良かったかなっていう。なんか大きいこれっていうのはなかったかも。悪かった点はめっちゃ気になる。悪かった点というか、来年こうしたいなっていう、今年できんくて、もうちょっとお金を稼ぎたいなと思った。あー、足らんの？足らんっていうか、あんまりそのお金稼ぎたいよってそこまでないんよ。ただお金を稼ぐイコールやっぱり周りが潤うわけやんか。そう、だからそこをもっと頑張りたいなと思った。 YouTube 以外で。具体的に言うと、だから別の事業を始めるとか、不動産とかさ、なんかそういうなんかこう貯蓄をそっちに回して、永久的に入ってくるなんかこう、もう少し稼げるシステムみたいなのをやりたいかな。なるほどな。それイコールやっぱり社員も潤うし、もう一人雇いたいとか、音楽を好きでやってるけどさ、ミュージックビデオとかオケ作りにもう少しお金かけたいから、そうそう、仕事をするためにお金を稼ぐっていうのはなんか今年思ったかな。 YouTube だけじゃ限界があるなっていうの感じるから、ちょっと半笑いで、ちょっとじゃあお金預けてみ、倍にしたるわ。いや、なんか言えよ。普通なの？困らんとこや。おったな、大学の時の先輩で60万円預けてんの、65万にして返すからって。リターン少なすぎる。マジで預けた。え、ほんまに？ほんまに65万で返ってきた。すごいな、返ってくんのかよ。しっかりいい先輩や。悪そうな先輩やなと思った。あと最近コメント返信してるんで、ちょっとみんなコメントしてほしいな。あといいねしてほしいよな。うん、コメント返信もらいたいためにみんなコメントしてくれるのありがたいけど、評価を押すの忘れてるよなっていうのはちょっとあるから、ちょっと押してほしい。ちゃんとなコメント返信してるから、コメント返信のなんか例みたいなの読んでていい？あ、確かに。自分が読んでいったやつあるからさ、どういうコメント返信してるのかっていうの、みんなもコメントしやすいと思うから。確かに。あのなんか最近さ、イケメンすぎてヤフーニュースに載ったみたいな、ぽいくん、そう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 、それに対してコメントあったんよ。イケメンすぎる言ってるけどブスやで、自分でブスが言うとる、マジつける草。ちょっとまあ日本語もおかしいねんけど、まあでもこういう意見もあるやん。200万人超えてます、そんなこといちいちなんかね、逆になんか、あ、ごめんごめんみたいな、気にしすぎるのもね。そう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 、返信見ますね。はい、だけど何て返したのかな。うん、オスブス。挨拶やば。オスブス。最近ファンになりました。竹脇賞ラタラツさんに憧れて、すき焼き賞アトアトって名前で YouTube を始めようと思ったけどできませんでした。笑い。ああ、なんかちょっと可愛らしい。可愛いね。そうそう、最近来た小学生のなんかファンなんかな、ちょっと微笑ましい。そうそう、 4A とかで来たんかなみたいな。竹脇なんで編集したか、めっちゃおもんないやん。辛辣やな。小田圭君とフォイ君イケメンみたいな話。うん、小田とフォイはイケメンやけど、竹脇賞に関しては点インスタのフォロワーとか見ても分かるさ、小田圭とフォイと一緒にしないでくれ。まあまあ、そういう意見もあんのかなみたいな。何言ってるか分からんし、わざわざそんなこと書くあたり、孤高天下に引っかかって腐ってる。トゲ歩きにしてるな。でもこういう辛辣返信してるから、ちょっとみんなコメントしてほしいな。逆にメンズだ。そうそう、逆にそう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 、メンズしてほしいな。まあ来年も頑張りましょう。はい、いや本当に。あ、目標だけ最後言おうよ。目標ちょっと明確な。あ、じゃあそれぞれチャンネルの目標300万。あー、これはちょっとまあ願望も込めて、テレビのゴールデンタイムに出る。出たけどな。もっともっと、もう一回、もっともっと自分、はい、バズる曲を作る。おー、音楽ずっとやり続けてるけど、みんなが知ってる曲がない。だからフェスとかやった時に、あ、この曲知ってるっていうような曲を1曲欲しい。TikTok で流行ってるから、でその曲を自分の TikTok メドレーに入れたい。なるほどね。だからこういう繋がっていくかなっていう。頑張ります。1000万いきたいね、再生回数。あー、1000万いきたいな。 MV で。確かに確かに。あー、1000万いく動画作りたいな。まあこれ来年また見返しましょう。そうですね。いいです。1年後いいです。断られた。はい、ということで淡路島旅行から帰ってきまして、私竹脇は一人で東京に来ています。東京に仕事までやってきました。ということでね、本当に2022年、皆さん本当にありがとうございました。本当に何回も言うけどいい年やったし、でも来年はもっといい年っていう、まあそんな一年にしたいなっていう。まあバタバタと動画制作に追われてて、明日、今日12月31日やろ。みんな何、でも12月31日ってさ、 YouTube 見る？なんか12月31日はテレビみたいなイメージない？紅白しかりみたいな。どうなんやろな、両親がテレビ見てる横のこたつでこうやって見てると、当てはまったやつを、当てはまったやつコメントしてやってるやつを。
ので、明日1月1日の19時にちょっと動画では匂わしてたんですけど、たけやきショー、この10年間の集大成とも言えるような、曲を出したいなと考えているんで、明日の19時は本当に全員見てほしい。本当に心を震わせれるようなものが増えたなっていう、自分自身でも感動してるというか、 YouTube やっててよかったなっていう感じまでなってるんで、明日の動画チェックよろしくお願いします。そしてもう一度言いますけど、本当に改めて2022年は本当に皆さんお世話になりました。ありがとうございました。改めて2023年はもっとみんなに会えるような施策をどん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 組んでいきたいと思うので、まあその第1弾としてはね、もうすでに発表したんですけども、ライブがあります。2月の5日に渋谷で、そして、3月の5日に大阪でライブがあります。まずはファンクラブ選考で、その後一般でも抽選しますんで、もう2023年はもう画面通してじゃなくて、画面通してももちろんね、シュシュシュみたいになった。画面通してか、もうシュシュシュみたいになったけど、画面を通してでもいいけど、でもここを出てきなさい、あなたたち。この動画を見た上でここから出てきて、イベントなり、まあ、この前やったポップアップもそうだけど、まあそういうもので、直接お話ししようではありませんか。そして直接僕の MC だったり音符みたいなものを届けたいと思うんで、来年はたくさん会いましょう。そんな感じで、良いお年を。じゃあのー。紅白見ておいで。